私の名前はラチャナ、インドに暮らす22歳。何があっても僕たちならきっと大丈夫だ。愛してるよ。私もよ、兄く。数々の障害を乗り越えて、今日私は最愛の人と結ばれた。彼との出会いは6年前に遡る。はじめまして。はじめまして。同じ高校の先輩だった兄くと出会い、私たちはあっという間に恋に落ちた。そのうち電話やメールで話すようになり、清い男女交際が始まったが、許されない恋だと分かっているけれど、君が好きだ。私も。私たちの前には身分の違いという大きな壁が立ちはだかっていた。生まれで身分が決まるカースト制度の考えが未だ根強く残るインドでは、こんな国に生まれなければ君と堂々と交際できたのに。カーストの異なる相手との交際や結婚がタブーとされているのだ。カースト制度には大きく分けて4つの階級が存在する。司祭が属する最高位の支配者階級と、2つ目の士族階級、3つ目の市民階級があり、4つ目がかつて奴隷として上位階級に仕えていた労働者階級とされている。しかし、その労働者階級よりも身分の低いダリットという不可植民が存在する。彼らは人間扱いされず、死人や排泄物の処理といった仕事にしか就くことができない。兄くはそのダリットだったのだ。不動産開発の仕事をする裕福な両親のもとに生まれた私は。いいか、ダリットとは絶対に口を聞いてはいけないぞ。ええ、分かってます。低い階級の人と友達にならないよう、昔から父に厳しく言い聞かせられていた。ヒンドゥー教では現世での階級は前世での行いによって決まるとされている。ダリットに生まれる奴らは生ゴミ以下だ。低い階級に生まれた人間は前世で悪い行いをしたからだと人々は信じているのだ。大事な一人娘の私がダリットの男と交際していると知れば、父は怒り狂うだろう。ごめんなさい、お父様。このままでは大変なことになると分かっていても、彼への恋心を止めることはできなかった。しかしある日、最も恐れていたことがついに現実となってしまう。こんな夜遅くに一体誰と電話しているんだ。携帯を貸しなさい。お父様。彼との関係が厳格な父に知られることとなったのだ。携帯やパソコンは取り上げられ、私は転校までさせられたが、明日の5時、いつもの公園で待ってるって。ありがとう。お互いを諦めきれなかった私たちは、友人の協力を得てこっそりと密会を重ねていた。こうして6年間もひっそりと愛を育んできた私たちだが、感謝しなさい。お前にはもったいないくらいの素晴らしい青年だぞ。お父様、私の大学卒業を目前にお見合いをさせられることになったのだ。生まれて初めて私は父に歯向かった。お見合いはできません。私には兄くが。お前、まだあのダリットの男とこの恥知らずが。何度も父にぶたれる私を、母は見て見ぬふりをした。このままだと私は好きでもない男と結婚させられてしまう。これ以上耐えられない。私、家を捨てるわ。結婚しよう。二人で新しい生活を始めるんだ。私は決死の覚悟で彼との駆け落ちを選んだ。信頼できる友人だけを招いて、私たちは小さな寺院で結婚式を挙げ、これで正式に夫婦になったのね。カースト制度のない国で新たな人生を始めようと計画した。箱入り娘だった私が突然姿を消すなんて、父は思っても見なかっただろう。なんという屈辱だ。一族の恥さらしめ。海外へ引っ越す準備が整うまでの間、彼の実家に隠れて暮らすことになった。父がいつ乗り込んでくるかと最初はビクビクしていたが、私のこと諦めたのかしら。いくら厳しいお父さんでも、胸の内では君の幸せを願ってるのさ。拍子抜けするほど平和で幸せな新婚生活を送っていた。そのうち私は彼との子供を妊娠し、右も左もわからない海外で出産するわけにもいかないし、引っ越しは延期しよう。そうね。出産して落ち着くまでは彼の実家で居候を続けることになったのだ。彼の両親に助けられながら、私は無事赤ちゃんを出産した。おめでとうございます。元気な男の子ですよ。可愛い孫を見れば両親も考えを変えてくれるかもしれない。そんなことを思っていた矢先に事件は起きた。病院を訪れていた私たちの前に突然包丁を持った男が現れ、夫の首と頭をめった刺しにして、そのまま走り去っていったのだ。救急隊員が駆けつけた頃には、夫はすでに息絶えていた。残念ですが。嘘よ、そんなの、いや。大量の血を流しながら、目を開けて地面に横たわる夫の姿に、私の心は壊れてしまった。犯人は知らない男だったが、父が関与しているとしか思えない。たった今、彼が殺されたわ。お願い、何も知らないと言って。全てはお前の過ちを正すためだ。現実が受け止められず、私はただ呆然と佇むしかなかった。家族に家族を殺されるというこの苦しみ。お父さん、お母さん、父が
本当に申し訳ありません。その後の警察の捜査で逃亡していた実行犯と殺害を指示した父が逮捕された。事件を受けて多くのダリットの人々が私たちを支援してくれたが、仮に目がくらんだ卑しいダリットの男が私の娘をたぶらかしたのです。ファースト上位の人たちのほとんどが私の父を擁護した。彼らは殺人を企てた父を支援し、町は真っ二つに対立した。親には子供の結婚相手を選ぶ権利があります。そうだ。インドではこういった名誉殺人を肯定する人がとても多いのだ。今では夫の両親のことを実の親と思って暮らしているが、ダリットなんて雇うわけないだろ。とっとと失せな。ダリット階級に嫁いだ私は今まで受けたことのなかった差別を受け、様々な困難に直面している。息子が大人になる頃には身分に関係なく好きな人と結婚できる社会になっているだろうか。これから行われる裁判で公正な判決が下され、社会が変わっていくことをただ願うばかりだ。